はい、どうも、こっぷんかー。ちゃうねん。はい、どうも皆さん、こんにちは、あつみんです。本日は、こちらの、ブシャーンサムライマークこちらですね、食べていきたいと思います。イエーイマジで、これ超楽しみにしてた。嬉しい。4月7日発売のマックから、炙り醤油風ダブル肉厚。炙り醤油風ダブル肉厚ビーフと、炙り醤油風ベーコントマト肉厚ビーフ。こちらをね、食べていきたいと思います。わーい。改めて、パッケージかっこよくないですか？着物を着てる感じになってます。はい。イエイ。あ、もう匂いがね、すごい。もうね、この、包んである状態でも匂いが、めっちゃ美味しいんだよ。これで米いけるかも。それ嘘。はい。今回何が楽しみってさ、めっちゃお肉が肉厚なんだよね。もう、さ、今まで思ってた、ハンバーガーのさ、お肉ってちょっと薄くない？って思ってた。うん。だからね、今回の肉厚ビーフはめっちゃ嬉しいですね。ってことで、じゃーん。分けてきました、お皿に。ベーコントマトの方は、パカ。こんな感じになってます。レタスめっちゃ入ってんね。あら、トマトもこんにちは。そして、ダブル肉厚の方はですね、やっぱ分厚いですね。めっちゃ嬉しいんだけど。おー、玉ねぎ入ってんだね、上。はい。めっちゃ美味しそうです。それではいただいていきます。どっちから食べよう。ベーコンレタスの方からいきましょうか。あ、ちなみにバンズもなんか違うね。触った感じはね、しっとりしてます。上に、これはごまちゃん。はい、乗っております。もうね、めっちゃお腹空いてんからね、嬉しい。はい、いただきやす。パクリ。これぞハンバーガーや。めっちゃ美味しい。すごいニクニクしてる。パクリ。ソースは焦がし醤油で、本当に美味しい。なんかしつこくなく、さっぱりと。でも肉肉しくてジューシーで、めっちゃ美味しいと。レタスがシャキシャキね、野菜の食感も、グーです。トマトとレタスが入ってるから、さっぱりといただきますね。はい。実質ゼロカロリー。抜きまして、こちらのダブルの方をいただきます。ウェイパクリ。うわ、もう。美味しいです。パクリ。うん、パクリパクリパクリ。あ、すごい肉肉してて美味しい。チーズも入ってるんで濃厚で美味しいです。肉肉しててくどいかと思いきや、この玉ねぎがいい感じのアクセントでさっぱり仕上げてくれます。てかバンズなんですけど、バンズの甘みが感じられますね。すごい美味しい。そしてしっとりしてて、バサバサしてないんで、すごく美味しいです。これは食べた方が良い。マジで。あとね、さすが侍ってだけあって、なんか日本人に合ったお味って感じですね。私もめっちゃ好みです、この味。案件じゃないんですけど、めっちゃ絶賛してしまいました。パクリはい、ごちそうさまでした。いや、美味しかった。サムライバーガーが出ることによって、グランが販売終了になってしまったんですけど、いや、グランに負けじと、すごく美味しいハンバーガーで良かったです。マック行ったらもうこれ買うわ。マジ、レシピ確定しました。はい。こんな感じで。ベーコントマト&レタスとダブルの方、個人的にはですね、はい。ベーコントマト&レタスの方が個人的には好きです。はい。やっぱお肉ばっかだと、なんか、美味しいんだけど、ちょっとだんだん重くなってくるのね。でもトマトとかベーコンがあることによってちょっと味変ができて最後まで美味しく、味わえました。こっちもねもう本当に肉肉しいやつ食べたいって時に食べれたらねたまんないと思いますので、もうどっちもリピ確定します。はい、って感じでじゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまたの